まるで川の中を走っているような車。こちらは用水路だろうか。水が道路まで溢れ出している。周辺住宅ではご覧のようにブルーシートが張り巡らされていて、雨への警戒を強めています。低気圧の影響で大気の状態が不安定となった今日、東日本を中心に各地で非常に強い雨が降った。台風15号で甚大な被害を被った千葉県では、鴨川市や市原市などで観測史上1位となる記録的な大雨となっている。台風19号の復旧作業に追われる宮城県丸森町。宮城県では夕方から夜遅くにかけて激しい雨が降る見込みで、不安が広がっている。こんにちは。こんにちは。夕方サテライトです。千葉県をはじめ東日本では本当に週末ごとに荒れた天気ですね。なぜなんでしょうか。気象予報士の久保田解説委員です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この季節天気はですね、大体3日半ぐらいの周期で変わることが多いんですけど、そうしますと倍が1週間ですよね。ですから1回悪くなると次の週末また悪くなるっていう、このパターンがこのところ続いている感じですね。さて、成田空港の様子なんですけど、まだ少し雨降ってますね。では今日 の雨雲の動きをご覧ください。西日本の方から動いてきた雨雲、この辺が低気圧の雲なんですけど、だんだん東へ動いて房総半島で、発達して赤い色が出てますよね。この辺りに低気圧があって、そこからこういう風が吹いて、でこの画面の外側ぐらいにですね、台風21号があって、そこから東風が吹いて、両方の風がこの辺りでぶつかっているんですね。このために、大変に今日は雨雲が発達しました。では24時間の雨量をご覧ください。房総半島で高い柱が当たっているんですけど、千葉県内では250ミリを超えたところもありました。で上流のダムに流れ込む水量が急激に増えていまして、養老川上流の高滝ダム、それから小櫃川上流の亀山ダムでは緊急放流の情報も出ていますので、地元の情報に警戒してください。ではこの後の雨の降り方の予想です。この後はですね、関東南部雨のピークはもう間もなく超えると思うんですけども、その後関東北部から東北の太平洋側にかけましてはまだ、まとまった雨が降りそうです。しかし南部でも雨が弱まりましても、川は時間差があって水位が上がりますので、しばらくは様子を気にしていただきたいと思います。それでは週末のお天気をお伝えしましょう。明日土曜日は九州から関東にかけては天気が回復して晴れるでしょう。東北では昼頃まで大雨に警戒してください。日曜日です。晴れるところが多いですが、関東や東北南部では雲が広がりやすく、ところどころにわか雨がありそうです。週間予報です。西日本は来週火曜日ごろ雲が多くなりますが、あとはおおむね晴れそうです。そして東日本と北日本です。月曜日は晴れますが、火曜水曜と雲が広がって、水曜は北日本で雨が降りそうです。ありがとうございました。